はい、どうも、ぎんなんと申します。スクールデイズ L&H 今回で45回目です。いよいよもう本編全部これで終わりです。では早速始めていきます。琴の葉、一緒に帰りませんか？あ、ね、分かった、選びます。分かった。じゃあ帰りましょう。伊藤、おはよう。加藤か、おはよう。伊藤、いつもこの時間？いや、昨日ちょっと夜更かしして寝坊気味。あ、そっか。普段はもう一本早いくらい？いや、2本前かな。そっか。じゃあもう少し早起きしようかな。なんで？同じ電車乗りたいし。加藤、昨日言ったでしょ、私の気持ち。ああ、だからもう隠さない。伊藤が嫌なら言って。ああ、いいけど選びます。いいけど。そ、よかった。どうかした？いや、伊藤。ああ、伊藤、今日暇？どうだろうな。私、今日暇なんだ。部活休みだから。そっか。伊藤の家に行ってもいいかな？え？私、中学の頃からずっと伊藤に女の子と思われてなかったと思うんだけど。そんなこと。女の子だから。あ、うん。そういうこと分かってほしいから。今日行ってもいいかな？今日？明日からはまた部活忙しいし、そうしたら伊藤はどちらかを選んじゃうような気がするから。どちらか？西園寺さんか桂。伊藤は待ってほしいって、自分で考える時間欲しいって思ってるかもしれないけど。ああ、二人とも。うん、私も多分当てないんだと思う。そうか。こんなに不安な気持ちでずっと待っているなんてできないんだと思う。そうか。私、伊藤の家のそばの海岸で待ってる。中学の時みんなで集まってた場所に。伊藤がもし私のこと好きになれるかもしれないって思ったら、私のことを選んでくれるなら来て。ダメだったら諦める。だから待ってる。誠、ん？来てるぞ。桂さん、誠くん、お昼行きましょう。待って、桂さん。はい。人のクラスに入ってこないで。すみません、すぐ出て行きますから。誠くん、行きましょう。桂さん、やめてくれる？何がですか？そうやって誠を連れ出そうとするの、どうしてですか？誠が嫌がってるから。嫌がってないですよね。嫌がってるの？そんなことないです。誠は私と食べるから。西園寺さんこそそうやって勝手に決めつけて誠くんを困らせるのやめませんか？決めつけてるのは桂さんでしょ。どうでしょう。誠、ああ、どっちと食べます？お昼。どっちって？今回は選びません。
と座って。私お弁当作ってきたんだ。な、あ、あ、いつだってそばにいたんだ。中学の頃からずっとバカやって一緒に騒いでた時は気がつかなかったけど、そばにいてほしい人は目の前にいた。あの頃が一番楽しかったなんて思うことがあるけど、それはいつも俺の隣に加藤がいたからなんだ。そんな当たり前のことに気がつかないでフラフラして違う女の子に目移りして浮ついて振り回されて、それに疲れて逃げるように加藤の告白を受け入れるなんて、俺にそんな資格あるのかな。たとえないにしても、でも俺は気づいたんだ、加藤のことを俺も好きだってことに。他の誰よりも加藤のことが好きだって。だから俺は、あ、よ、来てくれた。俺が一番好きなのはやっぱり加藤なんだよな。うん、今まではずっと親友だと思っていたけど、本当は親友ってだけじゃなく一人の女の子として意識してたのかもしれない。私も加藤、俺と付き合ってくれるか。誠くん、カッツラ、琴の葉、ごめん。そんな、私いいんだよね。伊藤の彼女になっても当たり前だ。私あんまりずっと片思いだったから怖くて、本当は伊藤は西園寺さんや桂のことがまだ好きで、私のことからかってるんじゃないかって。大丈夫、そんなことあるわけない。俺はもう加藤のことしか見てないよ。本当？あ、分かったんだ。そばにいて俺のことを分かっていてくれた人がいたこと。うん、ずっと伊藤のこと好きだった。俺加藤といると落ち着いちゃって、あんまりそばにいるのが自然だから恋愛っぽいこと考えてなかった。ごめんな。うん、今はもう私を見てくれてるから。加藤のことこれからずっと見てるから、加藤だけを見てるから。私のこと名前で呼んで。乙女。うん、そう呼んで。誠、誠、ああ大好き。ったく、俺はそんなことしてねえっての。嘘ばっかり、知ってるんだから。何を知ってるってんだよ。何でもいちいちうるさいんだよお前は。何よ、はあ、よくやるよね乙女も。学祭終わって付き合い始めたと思ったらほとんど毎日喧嘩だよね。日に日にひどくなっていくというか。
今日の喧嘩の原因は何だって？昨日榊野町に行った時に何かあったみたいだけど。ああ、私たちと一緒の時だよね。私たちと別れた後に何かあったらしいよ。仲直りのデートとか言ってたのに帰りにまた喧嘩しちゃうんだね。仲直りになってないね。このまま険悪になったら別れちゃうかも。乙女には悪いけど、そうすればまた私たち4人で遊べるようになるよね。そうそう、それはどうかな。ん？どういうこと？あの二人結構仲いいと思うな。そう？あんなに険悪そうなのに。だってさ。ああ、いつの間に。私らから離れた時にこっそりキスなんかしてるからさ、取っておいた。じゃあラブラブだ。乙女も伊藤のどこがいいのかわかんないけど、好き勝手言える相手だから喧嘩もするってことじゃない？そっか。ま、そういうこと。乙女、本当に伊藤と仲いいんだ。みなみちゃん、絶対別れるって言ってたもんね。うん、でもこんなに仲良さそうってことは、ああやって口喧嘩しててもすぐに。知るか、バカ。まことのバカ。ああ、仲いいんだか悪いんだか。はい、ありがとうございました。まあ、ご覧の通り全てのエンディングを見ることができました。1日1本動画を上げてたんですけど、全部で45本になったので、まあ順を追って見てる人はね、1ヶ月半お付き合いいただいてますね。ありがとうございます。まあ後から知って生き見してくれてる方もいるとは思うんですけど、あとまあエンディングだけね、かいつまんで見ていただけてる方もいらっしゃると思います。PS2 版なんで、核心に迫ったね、映像っていうか演出がなかったのが、ちょっとなんか辻褄が合わなくなっちゃったりとか、あと音声がね、なんかまあちょっとネット調べでは分かってたんですけど、同じ声優さんなんですけど、ちょっと声の大きさとか、何音程っていうのかな、が違ってたりとかして、すごい違和感があったりとかね。あと大輔のね、鬼畜なシーンがなかったがゆえに、なんか知んないけど、大輔の子供が3人いたりとか、うん、そういうところもありましたけど、うん、まあこれはパソコン版のスクールデイズやればわかるシーンなので、まあゆくゆくね、もしやる機会があればそっちもやってみようかなって思ってます。で、スクールデイズ以外にもね、なんかデイズシリーズって他にもあるので、まあやる機会があればこちらでできるかな。一応なんかね、18禁のゲームなので、まあいろいろ編集はして、うん、上げられることができればいいなって思ってます。まあ、すぐではないのでそんなに期待しないで待っていていただければ、待ってていいのかなわかんないけどじゃあ次回はですね、次回というか、まあ、今後はですね、別の動画を上げていきたいと思ってますので、もしちょっと興味がある方は見ていただけるとありがたいです。あとチャンネル登録もねしてもらえるとすっごい嬉しいです。はい、では別の動画でお会いしましょう。長らくお付き合いありがとうございました。銀南でした。